いや、大国チョコモンはケンディです。茶番なんですけど、あの帰り道は遠回りしたくなる開封動画僕出したじゃないですか。今視聴回数見たら500回超えてたんですよ。本当に再生してくださってありがとうございます。いや、めちゃめちゃ嬉しくて、もしね再生回数がね2000回いったらね買い出しあるかも。いやー、1000回、僕の動画で1000回を超える動画がもし出てきたら、初です。もう本当になので、皆さん、よかったら見てください。まだ見てない方は見てください。今回ですね、ケンディの今までの推しメンを教えてっていうことで、僕の推しメンをね、ざっくりとね、説明して、その、この、どこが好きになったのか、どこが好きになったのかについて、ちょっと、話していきたいなと思います。僕の推しメンは HKT48 の宮脇さくらちゃんと、乃木坂46の白石麻衣ちゃんと、斉藤飛鳥ちゃんと、西野七瀬ちゃんと、与田祐希ちゃんなんですけど、欅坂46だったら長濱ねるちゃんが好きなんですよ。で、一人一人ねどこが好きになったのかをちょっと話していきます。最初 HKT の宮脇さくらちゃんについて、まあ僕は宮脇さくらちゃん好きになったのは去年の5月ぐらいに、もうさくらちゃんのことが好きになりました。なぜかというと、もう音楽番組とか出てて、さくらちゃんが出ててすごいかっこいいなって思ったんですよ。本当に、なんだろう、もうダンスも上手いし歌も上手いから、本当にすごい子だなって思って、そこから応援するようになりました。それ前に希望的リフレインっていうシングルがあったんですけど、そのシングルでもまあ活躍されててセンターだったんで、そこから応援しようと思って今こういう形で応援してます。一方乃木坂46のちょっと話をしていきたいと思います。まあ僕は乃木坂46を好きになったのは今年から好きになったんですけど、まだまだ全然にわかなんで、本当に分かる方いたら普通に教えてくださると嬉しいんですけど、乃木坂46の最初好きになったのはもう西野七瀬ちゃんですね。もう西野七瀬ちゃんを見た時の反応よ、反応、あれマジやべかったよ。言うて見た時超可愛いやみたいな感じで思ったんですよ。やべやべ可愛すぎるって思って、もう本当にそっから西野七瀬ちゃんを応援してて、その次にアシリン応援して、マイヤン応援して、ヨタちゃん応援するようになったって言って、いわゆる箱推しですね。いわゆる箱推しなんですけど、最初はもう西野七瀬ちゃんの影響で僕は乃木坂を知ったっていう形になりますね。いやーもう本当にね可愛すぎてね、可愛いしか言えないですよ本当に。なのでね、すごいっすよ。だからね、一度だけでもいいから握手会とか全国握手会とか個別握手会行けたら行きたいなと思ってるんですけど、僕宮崎に住んでるんで、なかなかね会場とはね境界線が遠いんですよ。境界線がだから遠いから本当行けないんですよ。だから頑張ってお金貯めて、バイトとかして頑張って貯めて行ければ行きたいなと思ってます。欅坂46の話ですけど、ねるちゃん、ねるちゃんはもう最初見た時、あ、もうコンコンも欅の中でもう一番に押そうと思って、もうそっからテレビとか見ててめちゃめちゃ可愛かったんで、あ、もうこの子一番だと思って、もうそっから応援するようになりました。応援するようになったって言っても会場とかには行ってないんですけどね、欅とか乃木坂のイベントに関しては。まあ HKT とかだったら行ける範囲行ってますけど、ライブとかなんか行ってますけど、劇場公演行ってみたい、マジで劇場公演行ってみたいんですよね。もうなんだろう、劇場公演行ったことある人本当に羨ましいなって思うんですよ。いや本当にねすごいなって思ってます。なのでね、すごい行きたいんですよ。僕ね、決めたんですよ。HKT48 の宮脇さくらちゃんが韓国に行ったじゃないですか、アイズワン。行ったじゃないですか。その期間中、誰を応援しようかなって。そう考えたときに、僕、ウィーニングイレブンアプリ2018っていうサッカーゲームがあるんですけど、僕、それで使ってる選手で、米倉浩輝選手と、コオロギ新蔵選手っていう方がいるんですけど、日本の選手なんですけど、いやその選手たちを見たらね、ちょっと俺アビスパ福岡応援しようかなと、うん、ちょっと思いましたね。ちょっとアビスパ福岡の試合見に行きたいね。それでアビスパ福岡の試合をたまたまツイッターで見てたら、豊永あきちゃんっていう子が出てきて、ちゃんとって知ってますかね、あのあ、たぶん、いや真似してもいいですかね。アビスパ福岡、アビスパ福岡、こんな形でね、やってたんですよ。だから、もう豊永記者行こうと思って、もう豊永記者をちょっと押していこうかなと思います。なー、ちょっ
言われたんですけど、僕最初の HKT の推しメンはメルだったんですよ。鹿島メルちゃんだったんですけど、まあもちろん今も好きですからね。メルちゃんも好きだし、葵田も好きだから、それ考えたら推しってだいぶ変わるよなって思いました。最初の推しメンってさ、こう、なんて言うかな、最初推しメン、こう変えるよ、こうって最初この子この子この子って言って、1ヶ月後ぐらいになると推し全然違うから、これね、オタクあるある。なんか、よかったこの、この話が共感できたら、よかったら嬉しいなと思います。はい、ということで今回はケンティの推しメンを教えてっていう動画を撮ってみました。この動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。バイバイ。